ともと別々に出していたんですけれども、河北町の2大名物なので一度に両方楽しめていただくために、通常のカツ丼よりは少しサイズを小さめにして両方楽しめるようにこのセットを出すことにしました。ソースカツ丼は戦後間もなく、私の祖父がクジラの缶詰からヒントを得て醤油ベースのカレー風味のカツ丼っていう風な説明になります。